おはようございます。今日は4月の15日です。おじいちゃんのお誕生日は昨日14日でした。で、次の日ってことはですね、ディズニーのお誕生日ですね。今日は東京ディズニーランドのオープンした日です。今年で41年2年になりますね。ディズニーランドパークは永遠に完成しない、常に進化を続けているというウォルトの言葉がありましたけれども、じいちゃんとミミちゃんも、ね、進化していきたいと思います。進化しないように頑張りたいと思います。じゃあお散歩行ってきます。この辺でやって映るのか。今日もおばちゃんにね、ささみもらいまして、ミミちゃん5万円でございます。おばちゃんとお話ししたらね、同じ団地の人でした。おばちゃん2号棟で僕1号棟なんですけどね、本当にすぐ近くで住んでましたね、ミミちゃんいっぱいお友達できて嬉しいね。団地の掲示板に貼ってあったあのおばちゃんがそうだったのかやっぱりワンコいるとね、つながりが広がりますね。よくお母さんがお子様いらっしゃるとね、ママ友が増えて交友関係広まるのと一緒なんでしょうね。昨日はですね、床下の梅兄とたまちゃんとが、あと誰か行ったのかな、横浜でフォトウォークされてましたね。行かれたと思います。僕は行こうかなと思ってたんですけど、ちょっと4時ごろ来客の予定が入ってしまいましてね、残念ながら行けませんでした。去年だっけかな、 CP プラスっていうカメラの展示会がある時にね、和子さんとミミちゃんと3人で行って、みんなと会ってご飯食べて帰ってきたんですけれども、今回もちょっと行ってご飯ぐらい食べれるかなと思ったんですけどね、残念でした。また是非機会を作ってもらえればね、行きたいな。まあちょっと横浜遠いんだけどね、近いところって。でもたまちゃんが横浜だからな。でもぜひお邪魔参加したいですね。iPhone でフォトウォークしたいです。 GoPro と iPhone かね。みんなはすごいカメラ持ってくるけどね、今朝もまあいつものごとく体重測ったんですけれども、なんと昨日に比べて1キロ以上増えてました確かにね、土曜日曜っていっぱい食べましたからね。でもなぜかですね、体脂肪率がめちゃ下がってて、筋肉量が増えてたみたいです。何なんだろう、計測ミスなのかな。はい、体脂肪率いつも 19. 点いくつなんですけど、18ぐらいまで下がってまして、はい、うん、まあ体重増えてもね、体脂肪率の方が大事ですから、はい、良かったのかなと、思ってる感じです。ゆみちゃんもね、筋肉質といえば筋肉質なんだもんね。朝ごはんです。フルグラがなくなったので、おっとこぼれちゃった。ちょっと中途半端になくなったんですが、このトロピカルココナッツって、この間ロピアでハワイ州観光局監修というやつですね、期間限定、これ売ってたので買ってきました。ではこれも混ぜちゃってみます。明日からはこれ単独の味になるかな。すごいね、いろんなマンゴーとかパイナップルとか。東京に来ちゃいましたよ。ゆみちゃん緊張しちゃうね。東京だよ。東京って美味しいの？丸の内来ました。じゃあチーしてください。行き先はここです。目の前だった駐車場の、おしっこしたんでね、アップル行こうと思います。アップルの入ってるビルの地下駐車場に入れたんですがね、ワンコ連れでエレベーターも OK ってことだったんで助かりました。気がついたら目の前東京駅じゃないですか。アップルストア丸の内来ました。じゃあここ入りますよ。入りますよ。こんにちは。こんにちは。はい。いいね、構ってもらえてね。はい、ありがとうございます。はい、直樹さん、ありがとうございました。はい、ちょっとふらふら見て帰ります。はい、ありがとうございます。じゃあアップルの中を散歩してます。我が物顔でアップルの中を散歩してます。こんにちは。嬉しいね。お名前は？ミミちゃん。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 嬉しいね。ありがとうございます。こっちだね。ここからツアーがいっぱい出るようですね。裏でね、いろいろ店出てたんで行ってみようと思います。すごいワンコウェルカムで助かります。リーチがいるよ。でっかいね。実物大なのかね。これは何だろうね。リーゼントじゃないよね。帰ろう。はい、ご苦労様でした。帰りましょう。ね、お水飲む？うん。チュール食べよっか。ね、夕方お散歩です。いつもだったらね、2時半ぐらいから行こうよみたいな顔して待ってるんですけれども、今日は全然でしたね。もう3時半過ぎてるんですけれども、やっぱり昼車乗ってて疲れたんですかね。なんかいつもしない行動を最後帰ってくる頃してたんでね。ドアの方に向かって座っても伏せてたんでね、この間ゲーした時もあんな感じだったんで、帰り打ち着く前ぐらいに気持ち悪くなっちゃってたのかもしれないですね。最近車乗る機会なくなったからかもしれないかな。ちょっと暑いのもあるしね、気にしてエアコンはガンガンにかけてたんですけれども、やっぱり毛皮族にはもう暑いんだろうね。ツツジのつぼみがすごいですね。もうすぐパカーって開くんだろうね。ツツジっていえばね、根津神社でしたね。もう和子さんと何度か行きました。根津神社行くと必ず近くのね、カレー屋さんでカレー食べましたね。なんでかわかんないんだけど、綺麗だったね。いつもね、なんかあそこの咲くの早いんだよね。行く時は遅咲きのツツジとかね、そういう時期しか行けたことがありませんでした。皆さんも行くならね、早めに行った方がいいと思います。もう咲いてんじゃないかな、あそこのやつは。